Ciao, sono Maurizio. Con questo video pubblichiamo la seconda parte della storia di José Toda. Se ti piacerà, per favore, metti un like. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Buona visione. Che sto a so dire là? Santo te dando do? Ah? Per dire. Oh. E vengo qua. Ora sei meglio da. Altra. Io voglio potere andare da. Io guardo che cosa ne do. Ah?取り調べは遅々として進まなかった。危険分子を社会から隔離するのが目的だったのかもしれない。意外に長いなお前の取り調べは。大体お前宗教関係の連中なんてのはな、2、3ヶ月で消えついてんだよ。何の罪もないんだから調べようがないだろう。そういう態度だからお前。今日の取り調べはな、検事局じゃなくて調査場所だ。あ、少しはお前おとなしく俳優会と集めされたらいいよ。あ、ちゃんとするんだ。次もちゃんと飲む。手を出せ。裁判所との往復は規則を守っておとなしくする。騒いだり手こずらしたりすれば後でどうなるか分かってるな。一匹は死んだ。もう一匹は逃げた。こいつは死んだからもう逃げられない。あいつは生きていて命があったから逃げた。するとこいつの命は一体どこへ。こいつの命、命、命。正月に読むんだ。さあ決めろ。ちっとも僕の言うものを入れてくれないじゃないか。今度はお正月なんだからね、間違いなく。グズグズ言うな。今度はいいの入れてやっから。ほら、目録。うん、これこれこれな。今度もちょっと承知ないよ。ああ、分かった分かった、大丈夫だから。お前のおかげ俺、うん、
こういう硬いものはね、三条間暮らしで頭が痛くなるってことはわからんのかな、君はな。大臣ね、保険に関してはこっちがご本家ご本尊なんだから。こういうものは読まなくたって君。メガネが壊れそうです。右一度弱く、左一度強くして入れてください。それから会社のこと、心配で毎日身を切られるような思いですが、どうしようもありません。決して廃業などはしないように。正月の本だ。今日は12月31日、昭和19年も終わりです。新しい年の幸せを祈ります。それからわがままばかり言いますが、本をもっと入れてください。特に小説類をもっと。その身は無にあらず、また無にあらず、因にあらず、縁にあらず、自他にあらず。これは前後の関係から言って、仏、仏教でいう仏の正体を明らかにしようとしている。しかしあらずあらずが34。
ったぞ。冷える冷えると思ったらとうとう雪に。少し痩せたようだな。当たり前だ。夜が夜なら君今頃あったかいこたつでね、雪見酒としゃれてるところなんだがね。まったく哀れなのはこの子でございだ。そうぼやくことはないよ。僕との約束さえ実行してくれればね。約束？君は前に牧口が転生したらそれに従うと言ったね。先生が何か？死んだよ。去年の11月18日だ。老衰と栄養失調で病患に移されていたが、心臓発作だった。何しろ七十四だからね。君にはもう少し早く知らせようと思ったんだが、事件が忙しくてね、なかなか会うチャンスがなかったんだよ。これまでの君はただただ牧口の尻埋めに乗ってきたことだけだし、もうこれからは誰に遠慮も気兼ねもいらないよ。法華経からはあっさり足を洗ってしまってね。先生、私は不肖の弟子でした。法華経の本物がどんなものか分かってた時には、先生はもう私は今荒野の果てに一人で取り残されたような気がします。先生、私はこれから先生の意志を継ぎ、一人でどこまでも一人で。藤崎、岩森、本田と、そして私を入れて一行五人だな。法華経の勉強会ですね。うん。先生、三島君、北川たちのことは君にはもうよく話をしたはずだよ。しかし他のこととは違います。どう違うんだい。はっきり言えば彼らは脱落者です。獄中の試練が耐えきれずに転修した大転者です。脱落者に改めて法華経を説いて何が悪いんだい。いや、この勉強会は学会の再建に直接つながる。彼らにそんな資格はないはずだ。三島君、僕は学会を立て直そうなんてことを考えちゃしないんだよ。再建とはだよ、なくなっちまったものをまた改めて作り直すっていうことだろ。ん？学会はなくなってなんかいやしないよ。僕がいるよ。君がいるじゃないか。それに昨日は一人、今日は二人とだ。ここに訪ねてくる学会員だって数多い。学会は頼ることのない力でずっと続いてるんだ。それは認めます。しかし三島君、創価教育学会の根本理念とは一体何だ。日蓮召集の高専ルフです。もっと具体的に言ってくれ。仏法思想、これまではあまりにも誤り伝えられてきたもの、
その真髄を明らかにし、ただし多くの人、一人でも多くの人に、うん、それなら僕は北川たちに法華経の抗議をする。たとえ彼らが退転者、脱落者であれだ、改めてそれを聞こうとする八つの耳を持ってんだ、八つの耳を。え、これを一体どうする。勉強会はやむを得ません。やむを得んっていうのは君の個人の感情だ。僕は君の個人的な感情まではとやかく言わんよ。しかし仏法の広大さに比べたらな、君の個人的な感情なんていうのはこんな消し粒よりも小さい、うん、これは君も認めるな。どうなんだい三島君、うん、認めます。そうか、いや、分かってくれてありがとう、ありがとう。いやありがとう、ありがとう、ありがとう。うん、これからここがね、学会の本部ってことになるんだ。だから看板がいるんだよ。看板、うん、まあ僕が自分で書こうかと思ったんだけどもね、何せほら字が下手だからな。だから餅は餅屋でな、看板屋に頼むことにするよ。日本小学科よりもでっかいして頼むよ。先生、これは教育のニーズが落ちてますが。うん、それは僕が削ったんだよ。え、これからの学会っていうのはね、民衆の中に溶け込んでいかなくちゃいけないんだよ。あらゆる階層の中にな、労働者、百姓、学者、そして政治家に至るまでさ。これからはね、教育者中心の教育なんてのはもういらんのだよ。だから僕は二次削っちゃったんだ。これからはそれが学会の名前だ。この時大商人はね、死体に傷を負われて左の腕を折られた。ということはだ、みんなに守られてじっとしておったんじゃなくてだよ、自分自ら命を懸けて戦っておられたってことだな。これが第二の法なんだ。第一の法なんてやつはね、鎌倉の松葉がやつの草案でね、襲われて、もしもこれは普通の人間だったらだよ、二度もこんな目に遭えばだ、少しは手控えするよ。法華経の説教にしても時の政治を批判するにしてもだよ。ところがだ、今度は鎌倉に帰るとね、鎌倉幕府の政策に真っ向から反対の国家官僚でね、今度は死罪の宣告だ。この時の大商人の怒りと腹立ちは実によくわかるんだ。ザーッとするほどの迫力でね。いいかい、鎌倉武士の守護神若宮八幡宮の前で馬を止めさせ、八幡大菩薩に申すべきことあり、日蓮は今日本一の法華経の行者なり、しかるにその身一部の過ちなきにもかかわらず、今この首をはねられようとしておる。法華経には八幡大菩薩をはじめとする諸天全人必ず法華経行者を守護するとある。
ならば出てきてなぜこの日蓮を死後せん。それができるとあらば八幡大菩薩、お前は神にあらず得せ者だぞ。書店前人法華経行者を、それは確かに。おお、あるあるある、安楽行門にな。起立！辰の口の光る玉は水星かな、今でいうほうき星のような。いや、隕石かもしれんな。かなり大きな。そんな科学的な詮索は、要は鎌倉幕府はどうしても大商人を断罪することができなかった。そう、動かすことのできないこの大きな歴史的な事実やな。しかしね、結果は幕府のために佐渡に島流したんだ。今の佐渡じゃないよ。鳥も通わぬ。当時としてはこれはもう絶海の孤島だ。まるでその一生は迫害と流罪の連続。しかしこの佐渡ってところはね、寒さは肌を刺し、食うに食なく、着るに衣なくさ、これまでの流罪地とはもう比べようもないほどに厳しい。大商人もはっきりと言われている。佐渡島以前の法華経はまだ真意が現れてなく、これ以後こそが本意の法華経だと。この中での佐渡御所、これほど力強いものはないよ。もうまるでね、ガツガツと骨にまで応える。後になって美濃部に入られてからのね、上野殿ご返事にもあるんだ。法華経と自分との関係について大商人が繰り返し繰り返し言われているこの大事なことっていうのはな、自分は聖者でも生き仏でもなくさ、もうごく普通の凡夫だということだな。もともとわしは貧しい漁師の家に生まれ、悲しければ泣き、おかしければ笑い、腹の立つことがあらばひどく怒る、ごく普通の人間だ。言うならば得せ者で、偏屈者で、自分の信じている法華経だけは紙一筋も疑わないつむじ曲がり、日本一の強情者だ。もっと言えばこの身は畜生かもしれん。しかしこの五体にみなぎっている法華経、これだけは、この南妙法蓮華経だけは永遠に天地とともに絶対に永遠のもんだぞ。
に敗れて算がありというがまさにその通りだね。本当にそうですね。ところでね、三島君、戦前の学会の脆さってのは一体何だったんだろう。は？驚愕の不徹底から来る新人の弱さ、これはいいんだがね、僕はもう一つね、車軸と歯車の関係のような気がするんだがね。車軸と歯車？うん、組織、組織だよ。ほら、綺麗でしょ。え？寄ってくる歯車をどうきちんと組み合わせるかなんだ。僕はどうもね、これだけではないような気がするんだがな。これより追悼の辞に移ります。創価学会理事長戸田常世。戸田君、君は将来大成功をするか、それとも大失敗をするか、そのいずれかの人間だな。戸田理事長の法華経講義会並びにその率先による座談会により、この1年間における新しい入信者の初代数は213、実に213にも及びました。1年間でやっとスタートラインに。しかしこれでいいんだろうか。あ、先生どうも。おお、どうも遅くなりまして。学会へ入ったら商売繁盛する言うからぜひ入れてもらいたいんですけど、これは本当ですか？あんたの考えは、それはゴロつきだ。釜に米と水とを入れてだ、火もつけずに良いご飯ができますようにと手を合わせるようなもんだ。まず釜の下に火をかけなきゃダメじゃないかな。肝心なことは何もせずにほったらかしておいてだ、ただ商売繁盛なんて人はだな、そんな人は学会に入ってもらいたくないな。先生、質問があります。自分ではいくら考えてもわからない、だからお聞きしたいんです。うん、どんな質問でもいい、聞いてあげるよ。先生、自分にとって一番正しい人生とは、それは一体どういう人生でしょうか？おお、これはまた難問だね。質問があります。自分ではいくら考えてもわからない、だからお聞きしたいんです。うん、どんな質問でもいい、聞いてあげるよ。先生、自分にとって一番正しい人生とは、それは一体どういう人生でしょうか？おお、これはまた難問だね。君、名前なんて言うんだ？山本真一です。いくつだ？19歳です。19か。うん。今の君の質問に正しく答えられるものはな、日本には一人もある。しかし、私にはそれができるな。
人間の一生にはいろいろと問題があるよ。生活苦、経済苦、あるいは恋愛問題、病気、家庭のいざこざ、何が起こってくるのかわからんのが人生だ。だがそれなんかはまだまだ優しい。根本にはもっと大きな問題が残ってんだ。それは人間の生き死に、生死の問題だ。これをどう解決、これに対してどういう考えを持つか、これを自分自身で捕まえない限り正しい人生なんてことはありえないな。いつまでも十九二十歳の娘でいたい。絶対に年は取りたくない。だが三四十年も経てばだな、どれもこれも梅干しババアだ。私は絶対に病気はごめんだと言ったところだよ。生身の体じゃどうしようもない。そして最後に死ぬということ、これは厳しいよ。いくら地位や財産があったところでこれだけはどうしようもない。遠征的になるか、刹那的になるか、あるいはその人の日を風任せの気まぐれで行くか。だが日蓮大聖人の仏法はものの見事にこの大問題を解決してくださってる。君がもし何が自分にとって一番正しい人生かを確かめたいなら、まずこの大生命哲学に飛び込んでみる。それ以外に方法はありえないな。中国の来期に同感できてももう一度考えるがいい、同感できなくてももう一度考えるがいいという言葉があります。正直に言いますと、先生のおっしゃる仏法のお話は僕にはまだよく分かりません。いえ、今日からそれを僕自身の問題として勉強してみたいと思います。先生、どうもありがとうございました。Beh, spero proprio che ti sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, metti un like e iscriviti al canale per non perderti le prossime pubblicazioni. A presto!